こんにちは方程式チューバーです2022年度の共通テスト数学1数学への解説です答えを出すことのみの解説ではなく入手本番の問題が解けるひらめきを盛り込みながらわかりやすく解説いたしますでは最終問題ですね第5問の1の問題を解かれてみてくださいまず問題をご覧ください問題を読まれている間は動画を一時停止してお願いしますこの後の続きをお見せいたしますこちらが続きの問題です そしてこの後下に解答群があります回答群をお見せいたしますここまでが第5問、問1の問題でです。ではそろそろ解説に入ります第5問の問題はなるべく正確に作図を書いていくことからスタートしていきたいと思いますまず三角形 ABC の中心を G と C と書いてあることから BC の中点を取り A と結んであげましょう中心ですからこの線を 2対1に内分するところが、G、になりますここが G になりますさてこの問題こちらに線分 AG 上で点 A とは異なる位置に点 D を取ると書いてありますけれども実は括弧1の問題で点 D は線分 AG の中点であるとするというふうに定義されていますからここを D にしてあげましょう。この後直線 AG と BC の交点を E とすると書いてあることからこの手の名前を E にしましょうでは次にまた直線 BC 上で直線 BC 上というのはこの B と C がこの線分と言われた時に B から C までになりますけど直線ですから B の左側そして C の右側に伸びていくものが直線ですよねこの直線 BC 上で辺 BC 上にはない位置にここにはない位置に 点 F を取ると書いてあります仮にここを F とすれば直線 DF と辺 AB の交点が P と書いてあることからこの点が P ということでありさらには直線 DF と辺 AC の交点を Q とするということからこの点が Q になるわけですここまでの作図で一つ感じてほしいことひらめいてほしいことがありますそれは AD の長さと DG の長さと GE の長長ささは同じ長さなんですよね。なぜか a g 対 g e は G が重心ですから2:1対1でしたさてその AG の中点を D としているわけです1:1:1対1対1つまりこちらの3つの長さは同じ長さなんだということを押さえておきましょうではそこで具体的に括弧1番の問題を見てみたいと思います括弧1番は D 分の AD を聞いていますさて、 DE というのはどこかというと DE はこちらですよね。この長さ。先ほど1対1対1といった分の2つ分です。2つ分と AD は1つ分、つまり答えは1分の2になるわけです。兄は1、E には2が入ります。次は AP 分の BP。これを求めるんだけれども、チェバかメネラウスどちらかを使えばいいわけですよね。さて、今わかってる情報は、 DE AD 分のがであることから AD 対 DE は1対対はになることが分かります。つまり三角形 ABE と直線 PF との絡んだ問題だというふうに考えてあげることによってメネラルスの定理を使ってあげましょうすると BPPABP が分子で PA を分母に書いてあげましょう BPPA そしてこの隣は ADDE そしてかけるこの隣は EFFB になりますそししてこれがイコール1でしたよねどこの三角形の頂点でもいいけれどもここの B を頂点としてスタート地点とすれば頂点分点分点頂点頂点分点分点頂点こちらの三角形ですからここは頂点ですよ。そして頂点分点分 分点、頂点、頂それの掛け算がイコール1になるこれがメネラスの定理でしたね。さてちょうどこの真上にありますけれども D 分の AD は2分の1ですからこのようになりさらには聞いてる問題がこちらですよね AP 分の BP ですから式を変形してあげて AP 分の BP イコール2かける e f 分の FB になります「う」に入るのは2が確定しますけれどもこちらにある通り「え」「お」「き」「」 9にはこちらの回答群から数字を入れましょうということになりますので A には1、こちらですよねそして O には3が入りますでは次に A 級分の C q を考えてみたいと思います A q や C q はこのピンクのマーカーのところそして今分かっているのは AD と DE が分かっていますから 三角形 AEC という三角形とこの直線 PF でまたメネラウスの定理を使ってあげましょうスタートする三角形の頂点をどこか適当に定めればまずここでは A と定めれば頂点分点頂点っていうふうに流れていきますから ADDE ですね分子分母ですそして E は頂点ですから分点に飛びましょう分点は F です EF FCC は頂点ですこちらですね C は頂点ですから CQQ は分点ですよ CQQA で元に戻りますそれがイコール1になりますよね頂点をどこか一つに定めて頂点分点頂点分点頂点分点そして最初の頂点 A に戻ればいいわけですそれをかけた答えが1ですよね覚え方は分子分母 そしてまた分子分母そして分子分母それがイコール1と覚えておきましょう D 分の AD は2分の1でしたからこちらを2分の1に書き換えていよいよ答えです AQ 分の CQ で答えればいいので AQ 分の CQ は 2×EF 分の FC になることから対答群を利用しながらかには2そして木には2番句には3番が入ります では1番最後の問題ですね AP 分の PP プラス AQ 分の CQ これを求めるわけです今求めたばかりのこちらを代入してあげましょうこうなりますからまとめれば2、e、分ののプラスの FC になります。そこで説明上ね色分けしてみたこの分母 EF をピンクにしてみたここをピンクねそしてこの BE を緑にしてみたマーカーでね するとさ FB というのはこのね黄色いマーカーこの FB というのは緑とピンクを足したものだから BE FE プラスのって考えることはできますよね同時に FC というのはどうなるかっていうと FC ってここだからこれっていうのはこのピンクの EF から EC を引いてあげればいいよねところで EC というところがポイントだこの EC というのは実は BE と同じ長さだよね なぜかというと、この G というところが重心で、重心を取るためには、頂点 A から向かい合っている BC の中点に線を引かない限り、重心 G はできないんでしょ。だから、この EC と BE は同じ長さだから、FC というのは EF-BE と考えることができる。そこで FB を BE プラス EF って書き直すよ。こちらをね。FC は、 EF-BE って書き直すよ。すると BE が消えてしまうよね。するとさ、このようになりませんか2かける e f 分の、これが同類項で2つあるから2倍の EF だ。これって約分ができるでしょということで答えは4になりますよね。K には4が入ります。では第5問、括弧1番の解説を終了いたします。